春になって花が咲いたら、国政を連れて、共に我が家へ遊びに来るとよい。様々な花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから、遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法は、すべて主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは、先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えて、と言った方が正しいのでしょうか。そうなのか？我にもわからない。もう、そんなことばっかり気にすんなって。それにしても、女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか？